안녕하세요가을입니다ということで、お昼ご飯を食べにやってまいりました。今日はね、あいにくの雨プラス、この今日行くお店がね、11時半オープンなんですけども、11時半ってなりますね、会社員さんたちのこうなんていうの、お昼時間開始時間なんですね。でプラス私が今日行くのはヨイドっていう、もう本当にオフィス街のとこなので、撮れたら撮ろうかなって思ってきたんですけど、人がめちゃめちゃ多くて、ちょっと道案内撮れなかったんですけどエリアがヨイドで、一番近い駅が石棺魚、石棺駅ってところで、まあ、その次にヨイド駅なんですけれども、まあヨイドエリアの今日はどこに行くかと言いますと、寒い冬雨の降る日ということで、暖かいカヨグクスを食べに行きたいと思います。まあ、今回普通のカヨグクスではなくて、なんとカヨグクス食べ放題と言っても過言ではない、ベウンタンってやつを頼むと、カヨグクスの麺、それからご飯、カヨグクスの具材のキノコ、そしてセリ、食べ放題です。まあ、最寄りの駅がね、先ほども言いましたヨイド駅か石棺駅なので、まあ、来やすい方で来ていただけたらいいと思います。若干石棺駅の方が近いかなって感じだけど、まあそんな違いはないですね。ということで、じゃあ紹介からしていきたいと思います。それではゴー。はい、じゃあ上に書いてあるこのカヤンカヤグクス交差ベウンタンというところになります。会社員さんたちがめちゃめちゃいる、多分この建物の、ね、中だと思うんですけど、ここだ、地下地下地下だ地下。저기요이거는이제풀켜도되는거예요두분이셔한자한명이요한자네はい、ということで人気店ってだけあってめちゃめちゃ混んでる。11時半オープンで今11時32分なの。やばくない？今日はカヨグクスのお店にやってきました。で、多分みんなが知ってるカヨグクスって、こう何、お椀の中に普通にね、まあ、アサリが入ってたりとか、ちょっと赤いチャンカルグクスとかそんな感じなんですけど、ここはポソメウンタンカルグクスって言って、ポソっていうのがキノコで、メウンタンっていうのがお魚とかのだしを使ったちょっと辛めのスープなんですけど、それのカルグクスらしくて、まあ、カルグクスで1万2000ウォンってかなり高めなんですよ。で、それを食べに来る価値あんのかなって思ったら、メニュー表に追加の野菜、キノコ、ご飯、麺、子供用のご飯が無料なんですよ。だからもうほぼ食べ放題、汁があるだけ食べるみたいな感じですね。まあ、そう考えれば1万2000ウォンでもいいかなって感じだし、なんか美味しいらしいので、今日はね、はい、まあ、ほぼカヨグクス食べ放題に来ました。あ、1人前出てきましたので、じゃあお見せしたいと思います。ございます。はい、これがね、1人前です。まあ、さっきよりちょっと少ない感じかな。セリとキノコと、それから、ね、ソースが入ってます。まあ、こんな感じでちょっと待ちたいと思います。蓋が合わないけどまあまあまあ、なんかブクブク、すごいブクブクしてんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、マゼント、マゼント固まっとるかな。え、まださ、火が通ってないっぽくない？まだちょっとヤンニョム的なやつがさ、固まってっからさ。じゃん。はい、じゃあ麺入れたいと思います。で、これね、もうしゃぶしゃぶもできるんですよ。え、ちょっと待って、セルフコーナーが気になるからさ、一回見てきたいんだけど、見てくるね。あー、セリと、はい、これが無料っすね。え、じゃあセリもちょっと入れようかな。
セリー大好き人間だからセリーで。はい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 、じゃん、入れます。じゃじゃーん、はい、完成です。見て、ちょっと太めのなんか手切り、手切りじゃないなって言ったら、手作り何海国酢みたいな、私の大好きな感じですね。そして追加で入れた大量のセリとキノコですね。キノコも追加できるんですけど、とりあえずこれだけ。そして中に玉ねぎと、あと、はい、大きなカモジャ、カモジャ、カンジャですね、ジャガイモが入っております。あとはそんな感じかな。はい、じゃあ食べていきたいと思います。もうちょっとかな。私さ、このカルボクスがなんかどれだけで茹でなんか完全に茹でられてるかわかんないんだよね。なんかいつも反応みたいな感じで食べちゃう。もうね、匂いからしてニンニクがたっぷり感が。ちょっと食べてみよう。じゃあいただきます。うまっ。うーん、マジで美味しい。ニンニクやば。うーん、麺やば。私ラーメンもそうだし、カルボクスもそうなんだけど、細い麺よりなんか太くて縮れてる麺の方が好きなの。だからもう超いい、めっちゃ最高で、辛さは辛ラーメンぐらい、辛ラーメンよりちょっとほんのちょっと辛いぐらいかな。一人で来たらなんかお肉まで食べたいって思っても、追加の麺とか考えたらちょっとマイナスかもしれないけど、2人とかで来てこれ2人前になんかお肉1皿とかだったらコスパいいと思う。私最近店をね、見終わったの。なんか今まで全然会社員さんのこととかさ知らなかったし、インターンがどんな感じかっていうのも知らなかったんだけど、なんか見たからさ、今ここの何、首に会員証みたいなのを下げてる人見るとすごい、あ、なんかすごい人たちなんだなって感じがする。で、ご飯も食えるからここにさ、おじやみたいに入れてもいいってことだよね。こうやってすくうと、何、あのニンニク入ってますっていうのがめっちゃ見えんの。ちょっと待って、見て、この分かるニンニク感。スープから麺から何からもね、全部好みです。セリって結構なんていうの、この好み分かれるっていうか、風味がめっちゃ強いじゃん。だから多分好きぐらい分かれるんだけど、セリが好きな人は絶対来てほしい。もう入れ放題だよセリ。でもさ、私はメウンタンってお刺身とか買った時に、お刺身には入らない骨の部分とかさ、まあいわゆる捨てる部分でこう辛いスープを作ってくれるって、それをメウンタンだと思ってたんだけど、違うんかな。だからちょっと期待したんだよね。あ、もしかしてなんか魚介系入ってるのかなみたいな、ちょっと期待したけど違った。チェック。セリを切ってあるやつと海苔とご飯、それから人参、玉ねぎのみじん切りと卵が入っております。これを入れておじやみたいにするのかな。
これはこれでめちゃめちゃ美味しそうなんだけど、見える？いやー美味しそう。海苔が入るから全然味が変わる。マジ美味しい。うわ、海苔卵で全然味が違う。うわ、カルドツもめちゃめちゃ美味しかったけど、おじやがマジで美味しい。多分ここに来て食べようとすると麺だけ食べて、麺の後輩になるとちょっとお腹いっぱいになっちゃって、ご飯いっかってなる人多いと思うんですけど、なんだったら麺が残ってるけどご飯も入れてご飯も楽しんで美味しい。マジで美味しい。はい、ということでごちそうさまでした。口コミ自体も良くて、会社員さんたちがめちゃめちゃ通ってこの良い度にあるということで、もともと期待はしてきたんですけれども、期待以上のカルグクスでした、マジで。いや、食べ放題っていう利点、食べ放題っていうメリット以外のこの味が最高だった。プデチゲとかのお店行ってもさ、おかわりの何あのラーメンとか追加だったりとかすんじゃん。もうここはもうなんかすごい手作りなのに、すごいちゃんとした麺なのに無料っていうね。でしかも私が麺も食べてびっくりしたし、ご飯も食べてびっくりした。入れて食べて、おじや状態にして食べた時の美味しさがやばかった。でしかもこのご飯もおかわり無料っていうね、めちゃめちゃ美味しかったです。もうカルグクス好き、ちょっと辛いカルグクス好きは絶対来てほしいですね。あとこう太麺好きの人、私的には辛いのがダメなカルグクス好きの人はチョンロにあったあのアサリバジラカルグクスのお店連れてって、あそこキムチめちゃめちゃ美味しかったから、辛いのが大丈夫な人はここに連れてくるって感じだかな。とりあえずね、めちゃめちゃ美味しかったです。おすすめ。ということで今回はヨイドにあるもうほぼ食べ放題のカルグクスのお店の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。